皆さんこんにちは、はらぺこのほこです。前回前々回の健康とはというのと病気の仕組みっていう基礎の動画を2つ見ていただいたでしょうか。気づいたらチャンネル登録者数60名超えてまして、すっごい嬉しいです。ありがとうございます。ぜひね、これからもどんどん皆さんのお役に立ちそうな情報をシェアしていきたいなと思うので、もしね、いいなと思ったら周りの人に勧めてください。嬉しい。そしたら最近ストーリーとかでシェアしてくださる方とかもいて、とても嬉しいです。聞いてくださってありがとうございます。で、今日はですね、多分題名を乳酸菌飲料は本当に健康食品なの、みたいな、健康にいいのみたいのにすると思うんですけど、主なテーマとしてはお砂糖のお話になります。で、ちょっとその砂糖のテーマに移る前に一つだけ注意喚起じゃないですけど、お伝えしたいことがありまして、ちょっと先にそれをお話しさせてもらいます。で、何かっていうとですね、私一昨日ぐらいかな、ツイッターでなんかこのチャンネルが医療デマンだみたいな、なんかそんなの広げるなみたいなことを言われまして、で、なんで医療デマって言われてるんだろうみたいな。私はいろんな専門家だったりとか、いろんな人の話を聞いて自分の人体実験して、それで自分の体で納得したものだけを伝えているのに、なんでそれがデマって言われるのかなってちょっと不思議に思っていろいろ調べてたんですね。そしたらね、一つ分かったことがあったの。私多分腸で血が作られるって堂々と話してたと思うんですけど、あれ医学とか生物学の、今の定説、正しいとされている説を覆してしまうことだそうです。で、なんで私がそう思ったか、それを普通に伝えてたかっていうと、私その医療で自分の病気が治らなくって、でそれでいろいろ調べ始めたので、私が今まで見聞きしてきた情報では普通にですね、腸で血が作られるってなんかおっしゃってる方が多かったんですよね。ただそれはどうやらですね、今の医学ではなんかこう受け入れられていない説だそうで、今の医学では骨髄造血説といって、この骨のね、中で血が作られていると言われています。で、いろんなね、矛盾点をはらんでいるっていうところで、私はもうね、今までの定説が全て正しいのであれば、こんなたくさん病気になることもなければ、こんな治療しても治らないことがないことがないじゃない。だから私はその根底の定説を疑っていろいろ学んでいるので、ちょっとその医療の定説を信じてる人からしたら相入れない意見が多いかもしれないです。この腹ペコの矛自体が、そういう感じになっていくので、そういう意見もあるんだなみたいな感じで受け止めてもらうか、そっとこのチャンネルを閉じていただくか、どっちかの方がいいかと思います。で、腸造血説っていうのはちゃんと、立証はされています。ただ今の医学界だったり科学界だったり生物学界ってところからは、無視されているような状態っていう形です。なので別に私あれです、いろんな専門家の人の話とかいろんな勉強してきた上でお話ししてるので、何を信じるかなんですよね。で、私はやっぱり情報だけじゃなくって体感で自分で実感したことを信じるって決めてるので、ぜひ皆さんも、腹ペコなほこ、これからたくさんの情報を出しますけど、自分でぜひ体感してみていいなって思ったら取り入れるっていう軸を忘れずに聞いてもらえたら嬉しいです。腸造血説に関しては、千島学説というとても有名な学説がありますので、よければこちらの本を読んでみてください。たくさんのですね、千島先生だけじゃなくって、他の世界中の科学者の人たちが千島学説を裏付けるような研究発表もしています。ただそれが今受け取られていないっていう、ただそれだけの話です。はい、ということで、ちょっと誤解を招いてしまったかもしれないので、大事な話なのでご説明でした。はい、難しいね、体のこと伝えるって。だから怖くてさ、今までやってこなかったんだけど、でもスタンド FM とか周りの友達が質問してくれて、それに答えるっていう形で
まあ、ここ3年ぐらいスタンド FM は1年半ぐらい情報発信していく中で明らかに体調が変わったっていう方がいらっしゃるんですね。でそれは私だけじゃなくて若杉ばあちゃんの周りにもたくさんいらっしゃったりとか、今までだったら他にも真っ黒帯の人だったりとかいろいろいるんやけど、皆さんあの正直医学とかじゃありえないって言われてるような方法で体調改善をしている事実っていうのがたくさんあるので、まあ本当に信じたいものを信じてもらえばいいかなと思います。はい、ということで早速今日のテーマのお砂糖に移りたいと思います。まあね、題名は乳酸菌飲料は健康にいいのっていうことですが、主に砂糖の話です。でなんでまず最初のテーマとして砂糖を選んだかっていうと、やっぱりですね、どんなに体にいいものをたくさん取ってたとしても自分の体を傷つけるものを一緒に取ってしまってはプラマイゼロ、むしろマイナスぐらいのなかなかやっぱ体調の改善っていうところにはつながりにくいんですね。なのでもういろんな勉強してきて誰もが言うこのお砂糖っていうのは百害あって一利なしと言われているので、まず最初に砂糖の話をしようかなと思います。で今まで私の SNS の発信を見てくださってる方とかスタンド FM を聞いてくださってる方の中には多分ねご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、よければ復習がてらにまた聞いてみてください。ちょっと多分、ね、情報がアップデートされてます。はい、でまあそもそも糖類っていう糖質とかいろいろ言われるけど、糖っていうのは人間の体には必要なものです。人間の体のエネルギーになるものだし、一番簡単にですねエネルギーに変えて体を動かすその原動力になると言われてます。まあ、その反面ですね、簡単に脂質にも変えられてしまうので、だからダイエットとかでねよくまず最初に砂糖を抜こうぜっていうお話になってきたりもします。で砂糖っていうものが登場するまで私たちはお米だったりとか芋類だったりとかお野菜とか果物で糖分を取ってたんですね。そうすると食物繊維とか他のいろんなミネラルとかいろんなものがあって、そもそも例えばリンゴ3つ分の砂糖を一口食べれたとしてもリンゴ3つを食べることって難しいじゃないですか。食物繊維とか水分がお腹いっぱいになっちゃうからね。なのでその自然なものから取ると過食にはならなかったんですね。ただ今やっぱ人工的に抽出できるようになってからお砂糖の摂りすぎっていうのがすごく問題になっていて、アメリカとかでは白砂糖の中毒性がやっと認められるようになったりとか、やっぱりこう自然な体の働きっていうのを勉強してる人たちは大概ですね砂糖が体にあまりいい影響を及ぼさないよっていうことをよく言ってます。詳しいですね砂糖が体に与える影響っていうのはここで説明すると長くなっちゃうので、よかったら甘くない砂糖の話というドキュメンタリー映画を見てみてください。オーストラリアのドキュメンタリー映画で監督自らがですね実験台になって1日オーストラリア人が摂取している砂糖量を取った時に自分の体がどう変化していくかっていうのをもちろん人体実験しながら医学的だったり生物学的にこう解説してくれるというドキュメンタリーになっています。結構ねコメディ調で見やすいです。Amazon プライムに入っている人は無料で見れるのでよかったらそちらを見てみてください。はい、じゃあちょっと話を先に進めます。今この日本社会に砂糖の種類がどれだけあるかって知ってますかね。大きく分けて3つあります。1つは皆さんご存知のお砂糖ですね。1つはですね、サトウキビが原料となっているキビ糖ですね。白砂糖の主な原料にもなっています。白砂糖の問題点としてはやっぱりミネラルが全部失われてしまっていることっていうのが一番大きいです。もう一つは砂糖大根を主原料とする甜菜糖ですね、ビート糖とも言います。でこちらはミネラルが残ってたりとかオリゴ糖があると言われてるんですけど、害虫がつきやすいので農薬が結構使われています。まあ、弟が実際北海道で見に行ったりしてたんですけど、まあ白糖よりはマシって感じかな。で白糖の中でも三温糖ってあるんですけど、あ
れ多分健康に気を使う人が最初やりがちで、健康にいいと思っちゃうんですよ、茶色いからミネラルがあると思って。でもそうじゃなくって、白砂糖を抽出した後の砂糖をまた精製し直して作っているので、白糖と変わらないです。なんで、白砂糖を使うならてんさい糖の方がおすすめだし、白砂糖を使うんだったらその精製されてないきび糖だったり黒糖っていうのを使うのをおすすめしてます。はい、で2つ目は液糖類ですね。今安いので結構多くの商品に使われているんですが、ブドウ糖加糖液糖とか異性化液糖とか、そういう名前をこう商品の裏の表示で見たことありますでしょうか。液糖類の問題点としては、まず一つ、遺伝子組み換えのトウモロコシが主原料になっていることが多いということです。遺伝子組み換えは今もいろんな議論がされているほど安全性が確実に確立されているわけではないですし、遺伝子組み換えすることによって農薬の耐性を持った植物とかも作られるので、そういう農薬の問題とかもあります。で、2つ目はですね、砂糖の問題点として血糖値の上昇と下降っていうのがあるんですけど、その血糖値の上昇と下降が液糖類は激しいです。急上昇して急降下する、つまりは体への負担がとても大きくなってくるので、砂糖よりも液糖類の方が体を傷つけやすいかなと私は考えています。で、3つ目は甘味料ですね。スクラロースとか、いつも間違えちゃうんだけどそう、アスパルテームとかって言われる甘味料って知ってますかね。これもやっぱり安全性がちゃんと確立されてない、安全だっていう研究者と安全じゃないっていう研究者がいて、遺伝子傷つけるよとか染色体傷つけるよとか細胞傷つけるよって危険をね発信してる方もいます。あとは製造過程で、発がん性物質になるようなものが使われてたりもするので、一応その残留はしてないと言われてますけど、製造過程の疑問っていうのも残ってきます。はい、で、砂糖の1日摂取量っていうのが大体目安で定められていて、ちょっと厚労省のものにはなかったので WHO という世界基準で話していくんですけど、1日に大人で 25g と言われてます。ただこれは小柄な私たち東洋人だけじゃなくって、大柄な西洋の方だったりとか世界中の人の平均なので、私としては 25g 多いんじゃないかなと考えています。お子さんだと3歳以下だと 5g とかね、7歳以下で 7g とか決まってるんですけど、今は考えると多分皆さん許容量を超えてる方が多いんじゃないかなと思います。で、じゃあ許容量を超える超えない関係なく、砂糖の害ってどういうことが言われてるかっていうと、細かく分けると6つぐらいありまして、1つが溶血性ですね。血を壊します。もっと言うと赤血球を壊します。これは実験でもちゃんと現象として見られているものです。で、おばあちゃんも、若杉ばあちゃんも酸性の溶血食品だから本当に砂糖はやめとけって言ってます。で、今多分貧血の人すごく多いと思うんですけど、鉄分が欠乏してるだけじゃなくって、多分砂糖の摂りすぎで血が壊れてしまってるんですね。で、2つ目の理由として腸内環境悪化っていうのもあるんですよ。で、腸でね、血液が作られると仮定するならば、腸内環境が悪化することで血液が壊れるは血液が作られないわっていうことになってしまうので、貧血の理由として砂糖は一つ大きな原因になってくるんじゃないかなと思います。そうなんで、悪玉菌の餌なんですよね。これ結構重要だと思うで、3つ目ですね、さっき言ってた血糖値の上昇と下降です。砂糖を食べると急にですね、血糖値がググッと上がります。自然なものですね、お米とか野菜とかそういうもので糖分を摂取すると、食物繊維の分解とかいろんなねものの分解に時間がかかるので、ゆっくり血糖値が上がっていくんですね。なんだけど砂糖はもう直接吸収されちゃうんで、ググッと上がっちゃいます。で、上がるとこのハイの状態になります。麻薬と一緒ですね。で、このハイの状態の時にドーパミンっていう幸せホルモンが出て、一時期すごいね、こう元気になったりリラックスしたりするので、
でもそうするとですね、急に上がると、体としては異常なので下げようとしてインシュリンっていうのがこう出てくるんですね、ホルモンが出てくるんですね。でそのインシュリンが急加工させます。で低血糖という状態に体を持っていきます。低血糖になると急にだるくなったりとか、体としては低血糖状態で危機状態なのでまた砂糖が欲しくなります。で、アドレナリンっていうホルモンが出て、また急に上げます。砂糖を食べてギュッと上げます。でこのアドレナリンっていうのは血圧を上げたりとか心拍数を上げたりとかしてイライラしたりとか切れやすくなったりとか、そういう心身情報も与えます。でまたこうグンと上がるんでまた急加工してっていう、この状態がこう波のように続いていきます。これが中毒性って言われてたりとか、やっぱり気分がこう変化しやすい、イライラしやすかったり鬱になりやすかったりの原因と言われています。で4つ目、冷やします。もともとサトウキビって南国のものなので、特にサトウキビだったり南国地方で取れるような糖類っていうのは体をより冷やします。でもそうじゃなくても細胞を緩めて体を冷やしていくっていう作用は変わらないので、糖類全般冷やすと思ってください。なので低体温とか末端冷え症の人すごく多いと思うんですけど、砂糖を摂りすぎの人多いかと思います。あとはですね、5つ目、ビタミン欠乏ですね。あとはミネラル欠乏、砂糖を中和するために例えばミネラルの中だったらカルシウムを大量に使うんですね。なのでどんなに食材からいろんなミネラル取ったりサプリメントで取ったりしても砂糖を取ることによってどん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 体の外に出てしまいます。なのでコスト少々とかね、そういう歯が脆くなったりとか、そういうことが言われてるのはこの砂糖の毒、砂糖を中和するために、カルシウムとかが使われちゃうからです。でミネラル欠乏は例えばビタミン B1 っていうのがあって、ビタミン B1 はブドウ糖の分解に使われるんですね。で、あとは乳酸っていって疲労物質の燃焼っていうのにも使われてるんですよ。なので、砂糖を摂りすぎていると体が疲れやすくなったりとかだるさが出てきたりとか、めまいが出てきたりとか、そういう症状が現れたりします。であと6つ目、砂糖って絶縁体なんですね。私たちって脳からいろんな信号、電気信号を受けて体を動かしているんですけど、それを弱めてしまったり閉ざしてしまったりってするので、砂糖を多量摂取していると脳機能の低下だったり記憶力の低下だったりっていうのが起きます。行き過ぎるとアルツハイマーとかね、そういうものの原因にもなるんじゃないかって最近は言われています。そんな感じで今軽く説明しましたけど、砂糖一つで結構これくらいの被害があるんですね。被害があるんですね。じゃあよし、最初のテーマというか題名に戻ろう。乳酸菌飲料って本当に健康飲料なんでしょうかっていう話なんですよ。例えば、今すごい話題のヤクルト1000ってありますよね。あれちょっと内容物見てみたところ、乳酸菌シロタ株が1100億個入っていて、それが睡眠の質を上げたりとか、リラックスとかね、そのストレス緩和につながるという研究が一応出てると言われています。ただですね、内容物質を見てみると、砂糖、脱脂粉乳、ブドウ糖加糖液糖、高加糖液糖で安定剤、香料という添加物ですねが入っているという風になってます。でこれ 110ml あるんですけど、その中に 15.6g の砂糖が入ってます。砂糖の量の出し方はちゃんとあるので、ちょっとしばらくここら辺に出しておきますね、公式を。でこれって、100ml 換算すると 14.1g なんですけど、コカコーラ、普通のコカコーラが 100g あたり 11.3g なんですよ。なんでコカコーラより砂糖を取ってるし甘いんですね、実は。で正直言って私が見ると本当に腸内環境を良くしたいのか壊したいのかどっちなんだろうってすごい疑問が出てきます。なんかもうちょっとさ、体にいいものに添加したらって思うんですよね、この白タカブを。で他にも R1 ってインフルエンザの時期とかさ、
今のコロちゃんの時期とかさ免疫力上がるとかって言って CM で出てるけど、これも結局乳製品、ブドウ糖、果糖液糖、砂糖で安定剤って、ここに甘味料、ステビアが入ってますね。で香料、酸味料って入ってて、112ml 中 13.9g の砂糖が入ってるんですよ。もうちょっとどんなに白タカブが頑張ってても、血液溶かし悪玉菌の餌になり気分の上昇とね過去が激しいみたいな、他のいろんなことを考えると、ちょっと健康のために飲むのは私はおすすめしないです。でヤクルト1000がその寝つきが良くなるって言ってる人もいるんですけど、これ見る人によってはですね、この血糖値の急下降の時にめちゃめちゃだるくなるんで、そのだるさとともに一緒に眠たくなるんじゃないかっていう見方をしてる人もいます。で私も実際砂糖を抜いて、たまに砂糖を食べるともう数十分経ったら急にしんどくなるんですよねっていう体感があるので、その説もなきにしもあらずなんじゃないかなと思います。なので、乳酸菌飲料の結論としては、健康食品というよりかはやっぱりジュースですね。嗜好品なので好きな人は飲んでください。好きじゃないとか別にそんな何もう毎日すごい飲みたいって思ってないのに健康のために飲むっていう人はやめた方がいいです。全然おすすめしません。難しいですね健康飲料ってね。でさ、これさっきの WHO の基準でいくと1日の摂取量の半分以上を超えてるんですよね。そこもちょっと考えてみてもらったらいいと思います。普通の生活で例えばケチャップにも砂糖が入ってたりとか、いろんな食材にこう砂糖って混入してるんですよ。なので総摂取量を考えると、飲み物でこれだけ摂るっていうのは私はあんまり体には良くないんじゃないかなと思いますし、最近3歳児の子とかにも R1 とか飲ませてる方いらっしゃいますが、1本飲ませるだけで軽く許容量が超えます。で子供って、3歳になるまではまず腸の機能っていうのが完全に完成しないと言われています。3歳ぐらいでやっとスタートラインに立って、7歳ぐらいになって完成するって言われてるんですけど、なのでその腸の機能が発達してなかったり免疫機能っていうのがちゃんと発達してない3歳までは、私はあんまりこの人工的に作られた砂糖を摂るのはおすすめしないです。果物だったり野菜だったり穀物だったり、そういう自然なものから摂る分には自然なのでねいいと思うんですけど、あんまりよろしくないんじゃないかなと思います。最近子どもたちの多動だったりとか ADHD だったりとか、そういうのが問題視されてるんですけど、そのうちの一つの理由としてやっぱり小さい頃から砂糖をたくさん取っていることが原因なんじゃないかなっていうのも言われています。実際に砂糖を食べずに玄米菜食をしている幼稚園とかでは、子どもたちが30分間しっかりとお話が聞けたりとか、その暴れ回る子があんまりいないとか、そういう現場のね体験談とかもちゃんとあります。なので癇癪持ちのお子さんだったりとか、やっぱりどうしても動いちゃってじっとできない、その子供ってじっとするもんじゃないので、それはいいんですけど、なんていうのか、なんかすごい落ち着かない、何かずっと気が上がってるような状態のお子さんで悩んでる方は、もしかしたら砂糖の可能性もあるので、ちょっと食生活見直してみるといいと思います。母乳もさ、砂糖がいっぱい食べちゃうとまずくて飲まない子供がいたりとかもするんですよね。なんでね、やっぱりその子育ての時から砂糖に気をつけていくっていうのも一つ大事なポイント